皆さん、地球上で素晴らしいリーダーっていうと、どなたが頭に浮かびますかね。いろんな方が頭に浮かんでくるかもしれないですよね。例えば歴史で言ったら、ガンジーとかね、あるいは有名な方、マザー・テレサとかね、あるいは、アメリカの大統領、例えばね、オバマ大統領だったり、あるいはトランプ大統領もリーダーシップがあるのかなと思ったり、ね、なんかロシアのプーチンさんなんかもリーダーシップある方なのかなってね、こうそういうイメージになったり、あるいは日本の偉人の中でも素晴らしいリーダー、ね、本当にこう日本の舵取りをしてきたような歴史的な偉人、例えば有名なところで言うと坂本龍馬さんだったり、この前まで大河ドラマでやってた西郷隆盛さんだったり、本当に素晴らしいリーダーだったというところですよね。私がもう本当に地球の歴史上、この方こそ、最高のリーダーだったのではないかと、すごく憧れて、敬愛している。そして今もなお、ご存命中の方がいます。実は、私昨年ですね、その方にお会いするという機会をいただいて、会わせていただいたわけですけれども、その方を、台湾の元総統、李登輝さんなんですね。日本ではあまり報道されないですけれども、この李登輝さんこそが、本当に地球上最大のリーダー、最高のリーダーであるということを、僕は大学の時に初めて、その、李登輝さんという方の存在を知ってですね、そこでいろんな本を読んで、こんな凄まじい人がいたのかと思ってですね、で、大学の時のそのまた、教えていただいた大学教授が、その台湾とすごくパイプのある方だったもんですから、ぜひともこの素晴らしいもう、大政治家、人格者を日本に呼んで、もうホテル大倉で講演会をやろうと。そして、いろんな教育者とか学生とか招いてですね、この李登輝さんという素晴らしいリーダーがいるということを、日本中のね、意識高い人たちにこう伝えていこうじゃないかと、教授に言われてですね、もうぜひお手伝いさせてくださいと言って、でね、その赤坂プリンスホテルの、本当にこうホテル大倉で、パーティーの準備をして、みんなでこう、ね、李登輝閣下を迎え入れるようにということで、その頃こうね、李登輝さんが、台湾の主張という素晴らしい本をね、日本語で出版されて、それがこう話題になってた、そういう時でもあったんですから、出版記念講演ということで、それをぜひやろうということで、お招きしようと思ってたら、やっぱり外務省からこうストップがかかりまして、うん、やっぱり、要は台湾という場所は、中国は自分のものだと、こう、主張してるわけですよね。なので、日本の政府というのは、当時、特にこの中国の、ね、政府に対して非常にこう、おもねっていた時代でもあったので、李登輝さんをちょっと日本に呼ぶということはダメですということで、ストップがかかって、こう、ビデオメッセージだけになったっていう経緯が、私ちょうど20年前にあったんですね。お会いしたかったのになぁと思ってですね。まあ本当にこう残念に思いながら、その後こう出版される、李登輝さんの本とかももうほぼ全部読んでですね、本当にこう、素晴らしい生き方と生き様をこう教えていただいてたんですね。李登輝さんはもう日本語もペラペラですから、日本語で有名な二富稲造さんの武士道という本も出されてるぐらい、本当にこう、素晴らしい侍なわけですけれども、昨年なんとご縁をいただいて、その、李登輝閣下の本当にこう、講演を聞かせていただいて、一緒に写真を撮って、本当にこう、握手をしていただいてというね、そんなこう、ご縁もいただいて、胸が震える思いだったんですけれども、そして、その時のこう、台湾のこう、旅の中で、3日目だったんですけれども、私たちはある場所に連れて行っていただきました。そこは、台湾のですね、台北、北の方にある町ですけれども、そこにある国家人権博物館という博物館だったんですね。そこは、どんな施設かというと、実は元収容所だったんですね。簡単に、本当に簡単に歴史を言うと、台湾は、第二次世界大戦が、大東亜戦争があるまで、日本が、統治をしていて、日本人と共に歩んだ時代がある。なので、当時の台湾は日本の教育を受けて、日本が支援をして、そしてインフラを整えて、そして共に本当に同胞として、歩んできたわけですよね。ところが大東亜戦争で日本が敗れた時に台湾を手放すことになって、その後、中華世界から要は支配されることになってしまったということなんですよね。で、この中国大陸の方では、蒋介石、うん、国民党の蒋介石と、中国共産党軍の毛沢東がこう内戦を行っていて、そして内戦に敗れたこの蒋介石、国民党軍が台湾にわーっとこうなだれ込んできて、そしてこうまあ支配してしまった。そういう歴史背景があるわけですよね。そして、ある日、あるトラブルをきっかけに、この軍人たちがとんでもないことを起こして、そしてこの台湾の領土内で、もともと台湾に暮らしていた人たちを、本当にこう虐殺してしまったと。うん。そしてもう何十年間と戒厳令を引いて、すべて支配下に置いた。うん。そして、
日本の本を持ってるだけで逮捕。メガネをかけてたら、はい、知識層だ。逮捕。うん。ちょっとでも歯向かうようなことがあったら、逮捕。3人以上で集まっていたら、悪巧みをしてるっていう疑いで逮捕。だから当時、支配されてる時っていうのは、ね、戒厳令が引かれてる時っていうのは、結婚式を行うのにも、きちんと届け出を出して、そして、一切やましいことはありませんという状態の中で、監視のもとでなければ、実施することができなかった。そんな時代が、台湾にはまだ数十年前にあったわけですよね。で、私たちが行ったその国家人権博物館こそが、まさにその時代の収容所だったわけですよね。で、その収容所をご案内していただいた人こそが、まさにですね、その収容所に何の罪もなく、当時収監されていた台湾人の、郭さんという男性の方だったんですね。もう御年、昨年92歳ぐらいだったと思いますけれども、本当に格尺とされていて、背筋もピーンと伸びながら、本当に穏やかな笑顔で、ご案内しますね、ということで、私たちをガイドしてくださった。うん、そして、ここでどれだけ、いろいろ残虐なことが行われていたかってことを、全部こうお部屋の中とかも案内してくださったんですけど、ある部屋を見ましたら、どうでしょう、12畳、10畳から12畳ぐらいしかないであろう、あるコンクリートのね、もう、コンクリートが剥き出た、打ちっぱなしの部屋があって、なんだろうこの部屋はと思ってみたら、ここに男性30人以上が収監されていたんです。と言われて、30人ってどうやって入るんだよっていう大きさですよね。そう。もう、だから寝るのもこう折り重なっているような状態だし、もちろんトイレもバケツ1個置いてあるだけだから、そこにもちろんみんながいる。だからもうバケツの隣で寝なきゃいけないとか、そんな状態もあって、もう空気が淀んでるから、疫病が流行ったりとか、赤痢になっちゃったりとかして、もうみんなどんどん病気になってくるんだけど、ここでもうみんなで折り重なるようにして、毎日そこで、そして、昼間は強制労働をして、夜はそこで寝て、ろくに食事も与えられずっていう状態だったそうなんですね。で、朝の4時になると、その外の鉄の扉が、キーッという音を立てて、開くと。そうするとこの30人の折り重なって眠っている人たちがもうガタガタと震え始めて、何かというと、そこで朝名前を呼ばれた人は連れて行かれて壮絶な拷問を受けて処刑される。まさに死の天国なわけですよね。今日こそは自分の名前が呼ばれてしまうんじゃないかと思ってガタガタ震えながらですよね。そして呼ばれてしまったそのね、仲間は残り30人と本当にこう握手を交わして、どうかご無事でって言いながら、そして国民党軍の軍人に連れて行かれる、その背中を本当にこう攻めてるもの、鼻向けだということで、仲間たちが歌を歌って送り出すんだと、うん、その光景が今でも忘れられませんということをね、教えてくださって。で、その、なんかね、郭さんたちが仲良くされていたこの、先輩にね、すごくこう、陽気な台湾人の方がいて、ね、そして、みんなまあ、いつもこう、元気づけてくれるような人だったそうなんですけど、いいかとお前ら、もしな、俺の名前がある朝呼ばれたら、もう毎朝お前が歌ってるような、あんなこう、しみったれたね、暗い歌を歌ってくれるなと、俺は、日本の、滅ばしゃの歌っていう、明るい恋の歌が大好きなんだと、ぜひともね、俺がもし呼ばれたら、あの歌を歌って送り出してくれ。言ってたらしくて。で、ある朝、本当にその先輩の、名前が呼ばれてしまってですね。先輩は目に涙を浮かべながら、あれでもね、本当にこうやってみんなと一人一人握手を交わして、そして先輩の背中を見送りながら、みんなでね、約束だったんで、その滅ばしの歌を歌って送り出したと。ね、奈良角さんが、私は今でもね、滅ばしの歌を歌うことができない、聞くことができないんだって。あの時の光景が、本当に今でもね、脳裏に焼き付いてるから、っていうことをね、お話ししてくださったんですけど、この郭さんという方は、影響力のある方でもあったので、幸か不幸か、その収容所で、なんと24年間、壮絶な拷問を受けながら、殺されることはなかった、という方なんですね。そして、実際その、今の国家人権博物館の中には、
絵とかイラストという形でですね、そこでどんな拷問が行われていたかということが結構ありありとこう展示されているわけですよね。もう本当に目を背けたくなるような、そんな拷問の数々ですよね。もう例えば、まあ、手足の生爪を剥がされてそこに釘を刺されるなんてことはもう日常茶飯事で、ね、例えばこうベッドに仰向けに寝かされて手足を固定されて、そしてこう顔に布をかけられて、そこにこうね唐辛子の入った、もう熱湯をこう顔にかけられると、するともう顔は焼けただれる、もう耳からもう鼻からね唐辛子の凄まじい刺激で呼吸もできない、うん、そういうこうね拷問受けたりですとか、あとはもうねこれちょっとなかなか動画ではお話しできないような、もう本当に話すのもはばかられるようなですね、壮絶な拷問受けたりですとか、うん、それでもうショックで死んでしまうとかね、その拷問のあまりも心が壊れて死んでしまう、そんな仲間もいたそうなんですけども、うん、ね、その本当にまさに賀来さんが拷問を受けていた現場も案内していただいたわけですね。この庭でこういう目にあった、この場所ではこんな拷問も行われていたという形で、賀来さんは淡々とお話をしてくださったんですけど、ね、お話が終わってね、そのご案内が終わった後に賀来さんのその講演を聞く機会があったんですけども、賀来さんがねお話ししてくださったんです。なぜ私がその幸か不幸か24年間の壮絶な日々を、拷問の日々を受けてきたわけだけども、なぜ私が24年間そんな壮絶な日々を生き抜いてこられたのかということを言われたんですね。でその時に私一瞬なんだろうって、なんか大切な約束していた女性でもいて絶対生きて帰るという約束でもあったのか、それともどうしても成し得たい夢や志があってそのために生き延びたのか、何なんだろうなと思って一瞬頭をかすめたんですね。何だろう。その直後に賀来さんが言われた言葉が、なぜ私が24年の地獄の日々を生き抜いてこられたか、それは私が日本人だからです。言われたんですね。それが武士道だからです。武士道とは死ぬことと見つけたりというね、有名な言葉があると。その言葉はあたかも命を軽んじてるかのように取られることがある。だけど、そうじゃないんです。武士とは守るべきもののために潔く自分の命を投げ出すことができる存在のことなんだ。私は日本人として武士として今日はまだ自分が死ぬ時ではない。守るべきもののために自分が死ぬ時じゃないってそれだけを胸に地獄の日々を生き抜いてきましたということを淡々と言われた時に、もう私本当にもうちょっとね、自分が恥ずかしくもなりましたし、情けなくもなりましたし、ああ俺何やってんだろうなって、そんな思いにもなって、自分はそんな覚悟でこう日々を生きてるだろうかとか、そんな精神を持って生きてきただろうかということを本当にこう改めて思いまして、これが日本人かと、これが本当の大和魂侍ってことなのかと思って、ね、その後も本当にあの台湾の美味しいお店でね、あの小籠包を一緒にいただきながら、賀来さんともいろんなお話をさせていただいて、一緒に写真も撮ってですね、最後はこう固く握手を交わして、頼みましたよ、日本の未来頼みましたよって言ってくださってですね、また賀来さんぜひお会いしたいです、本当にありがとうございました、必ずまた会いに行きますって約束して、そしたら昨年の春にですね、連絡があって、賀来さんが姉家に帰られたと、うん、一人の本当に偉大な台湾人、そして偉大な日本人が本当にこう姉家に帰られたという、まあ、知らせを聞いてですね、うん、本当に私自身もこう恥じない生き方をしたいなと思いましたし、いろんなことをこう託されてる、任されてるんだなということで、本当にこう今でも賀来さんの笑顔も、そして、ね、今ご存命ですけども、李登輝元総統の笑顔も、
本当にこう、自分の心の支えですよね。本当に、かつての日本人というのはそれほど誇り高く生きた、李登輝元総統も、まさにですね、もともと一台湾人として日本の教育を受けて、京都大学を出られて農業を学ばれた、そんな方だったわけですけれども、で、その後こう、国民党の支配が入った時に、たまたまこう農業のことを勉強してたので、じゃあお前ちょっと政府に入って、そして、ちょっと国のこと、政治をやれ。要は、李登輝元総統、学者なんですよね。農業の専門の学者さんでもあったわけですけど、国内の農業をやれと言われて、そして国民党、要は、言ってしまえば敵の中に入って、そこでこうね、どんどん人の役に立って、町の役に立って、認められながら、台北市のね、市長とかも任されて、どんどん頭角を現して、人柄も穏やかだし、ね、本当にこう、癖のない性格で、そして人からも信頼されて仕事をきっちりやるし、でもこう情熱的に仕事をやり抜けるパワーもあるしということで、ね、当時この台湾を支配していた蒋介石とか、あるいは蒋介石のその息子にもこう信頼を寄せられて、そしてどんどんこう地位が上がっていってですね、蒋介石の息子が、いわゆる総統をやっているときに副総統にまでなったわけですよね。で、この息子が亡くなったタイミングで、自動的に、スライドで総統になって、そして、じゃあ、いよいよ国を変えようか、ということで、要は敵の内部に入り、敵と調和して、敵にも信頼されながら、町の人の役に立って、どんどん信頼されて、最後上り詰めていって、そして自分が総統になったタイミングで、中華世界では史上初ですよね。初の国民選挙でもって、総統になって、もう一度総統になって、そして、さあ、みんな仲良くしよう。みんなで素晴らしい国を作ろう。と言って、民主主義の社会を作ってしまったと。中華史上初めての民主国家を誕生させてしまったという、とてつもないリーダーシップ。ある意味においては、ガンジーでも成し得なかったぐらいの、そんな、調和と信頼の中で上り詰めていったという、そんなリーダーなわけですよね。しかも引き際も潔く、自分はもう何年か勤めただけで、もういつまでも私がやってちゃいけないんだと言って、さっと身を引いて、次の方にリーダーシップを任せる。そして自分はアドバイザーとして、ますますみんなが活躍できるように、国民党のことも、そして民主党のことも両方の、要は対立する政権同士をどっちもきちんと応援するということをやられた、そんなリーダーなわけですよね。まさに、李登輝閣下もですね、なぜあなたはそんなことができたんだと、このね、中国4000年の歴史なんて言われますけれども、この4000年の歴史の中で、初めて中国の中で民主国家を誕生させてしまって、総選挙をやってリーダーになった、そんな偉大な存在なわけですけれども、なぜそんなことができたんだと思いますかというインタビューに、まさに李登輝さんは即答で答えてらっしゃる。私が日本人だからです。日本の精神を大切に、自己主張しすぎずにね、周りと調和しながら世のため人のために役に立ってという私の働き方を、ひょっとしたら、蒋介石でさえも信頼してくれたのかもしれない。なんてことをね、本当に話してらっしゃったんですけども、まさにですね、本物の日本人が台湾にいた。本当の侍が台湾に生き残っていた、ということですよね。かつての私の祖父も、李登輝元総統とね、年が変わらないぐらい、もう、30年以上前にあの世に帰りましたけれども、本当にそういう人だったということをね、まさに侍のような、そんな人だったという話も、周りのおじだったりとかね、母からも聞いてますけれども、それにしてもですね、本当に私たち一人一人が、かつてはそんな風にこう誇り高く生きた日本人の、そのね、DNA がこう心の中に入ってるんだと、いうことを私自身も、本当にこう、忘れたくないし、そして多くの方にもこう伝えていきたいなと思いますし、ただ私ね、こう講演会ね、去年もこう300本以上やってますけれども、私がやっぱりやりたいのは、みんなに日本人の良さをちょっとこう思い出してもらうって感じなんですよね。なんか真の日本人を育てるとか、そんなこう、よしいことではなくて、一人一人の心の中には、かつてあの東日本大震災の時にですね、世界がびっくりしたような、驚嘆したような、みんなが助け合って譲り合って、
そして支え合って生きていくっていうその姿を見たときに外国が本当にびっくりしたわけですけども、その思いやりや愛や、ね、そういうものが日本人には実は当たり前のようにこうセットされてるわけですね。ちょっと忘れてるだけで。だから私ね、自分自身が目覚まし時計のような存在で、こうみんなをこう起こす役割なのかなと思ってるんですね。みんな出番だよって。みんなの心の中には、本当に素晴らしいね。日本人としての心が入ってるから、もう少し思い出してもらって、さあ、それまたさ、世の中にどんどんまた役に立てていこうよっていうのが、本当にこう私の志ですし、私はきっとそのために生まれてきて、そのために死んでいくのかなって本当に思ってるんですね。変な話ですけど、もしなんかこう、なんかね、早死になんかしてしまうことがあったら、なんかもし神様か、ご先祖様かがあの世にいるんだったら、もうね、頼み込んで、一回だけちょっと、同じことやらせてもらえんかっつってね、早めに生まれ変わらせてもらおうかなと思ってるぐらい、本当にね、そのためにまた、これからも、一生懸命いろんな人前で話をしたり、こうやってね、YouTube を通して、皆さんにね、日本人ってすごいよねって、この心の中にある、日本人のこの、誇りだったりとか、愛や優しさを思い出していこうねってこともまたこう伝えていきたいなと思ってます。そんな台湾での衝撃のデーでした。またね、皆様を台湾にこうご案内したりですとか、そんな機会もあったらいいなと思ってるので、ぜひともね、また李登輝さんのことですとか、台湾と日本の歴史とかね、そういうことをこう勉強してみると、本当に勉強になると思いますし、あ、おすすめの本、最後に何冊か。ご紹介しておきますね。まず一冊目。じゃあ、三冊ご紹介しますね。一冊目は、蔡根燦さんの、台湾人と日本精神。立憤前進と読むそうなんですけども、台湾人と日本精神。これを読んでいただくと、本当に、日本と台湾がどう歩んできて、どんな絆で結ばれていたのか、また台湾国内で一体何があったのかということが、非常にわかりやすく書かれている。で、私ともこちらの方ちょっと読んでいただけたらなと思います。あと2冊目はですね、小林義則さんの、台湾論。これ漫画になってますけれども、もう漫画という形で、まさに今言ったような、日本と台湾がどういう歴史を共に歩んできて、台湾がいかに今、本当にすごいことになっているのか。そして、李登輝さんという方がいかに偉大な存在なのかということも、わかりやすく書かれている。そして、最後の3冊目はですね、まさに、李登輝元総統の本で、李登輝から日本へ送る言葉というね、ちょっと分厚い本ですけども、李登輝さんの方は、あと台湾の主張ですとかね、あと、武士道を語っている本もありますし、あと小林義則さんとの、対談でですね、李登輝学校から学んからの教えという本とかもあったりとか、小学館文庫になってますけども、このあたりの本とかも非常にわかりやすくなってるので、ちょっと手に取っていただいて、あるいはね、Amazon とかで見ていただいて、ちょっと気になる本とかを手に取っていただくと、すごくわかりやすいかなと思ってますので、この辺の本をぜひともご紹介したいと思います。まあね、本当にこれからも共にまた、熱く日本人としてね、この日本人の優しさや愛を、生き方を、まさに、蔡根燦さんが言ってくれたような、この日本精神というものをね、突然もこう世界にもなんか伝えていけるようなそんな生き方を私自身もしていきたいなと思っているので、またどんどんこういうメッセージどんどんお伝えしていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。